河田小一郎から1896年11月7日は、日本の実業家、政治家、男爵、三菱の創設者の一人。天保7年8月24日、土佐国土佐郡朝日村にて、土佐藩の合志、河田家に生まれた。正規の教育は全く受けていないが、その理財の作用を認められ、藩の会計方に登用される。繁栄土佐紹介で、官僚。 鉱山、通称の事務を担当。明治維新に際しては、難題であった伊予松山藩所有の別紙銅山接種を平和あに収集している。明治3年、繁栄の海運業者99商会の民営化に伴い、高級幹部として石川七財と共に、社主の岩崎八太郎を補佐した。高島炭鉱など鉱山開発、共同運輸との海運業の派遣をめぐる構想など、 常に戦闘に立って、三菱を率いた。1885年の矢太郎死後は、新たに三菱を率いた、岩崎矢之助を助け、鉱山業、造船業など機関産業への集中投資を推進するなど、今日に至る繁栄の礎を築いた。後、岩崎筆矢が、アメリカ留学を終えて、副社長職に就任するや、世代交代の必要性を唱えて、経営の 第一戦から退りく。1889年9月3日、松方正義の推薦で、第三代日本銀行総裁に就任。川田の日銀総裁としての県政は絶大で、日銀の方法王と呼ばれた。株主総会の日以外は出勤せず、行員を牛込の指定に呼びつけ、当時、大倉大臣であった渡辺国武も指定に呼びつけたと言われる。 1890年の経済強行を乗り切るなど、日銀の中央銀行としての機能を確立し、日清戦争時には、財政、金融の維持に尽力した。帝国議会成立に際しては、貴族院直線議員を兼任し、また1895年10月31日、長年にわたる政財界の発展に貢献した、こうにより、断尺に助せられた。 日銀総裁在任中の1896年、京都別邸にて休止した。去年61、母書は、豊島区駒込の蘇明霊園。ありがとうございます。